クレイグ・ガレスピーはオーストラリアの映画監督である。日本語ではクレイグ・ギレスピーと表記されることもある。シドニーで生まれ育ち19歳でニューヨークに引っ越し、イラストグラフィックデザイン、広告をマンハッタン資格芸術学校で学ぶ。20代前半の時友達が映画監督になり、君もやりなよと言ったので映画に興味を持った。 15年間コマーシャルディレクターをやり、撮影監督、アダム・キメルとロドリゴ・プリエトと一緒に仕事をした。広告代理店を渡り歩き、一時は5年間で6社で働いた。いろんな賞をもらった。脚本を受け取った時は、CM でもやっていた暗いユーモアが、観客に受けるだろうと思ったが、観客が喜ぶのはもっと広いコメディであることは、明らかで、僕が作っていたものじゃなかった。 ちょうど、ニューラインシネマは、経営難だったんで、降りさせてもらったよと話している。ミスター・ウッドコックマイナス史上最悪の体育教師、マイナスの最初の撮影が終わると、ラースと、その彼女の下準備にかかった。脚本は4年前にもらっていたが、ラブドールと恋をするというアイデアが、馬鹿げてると思い出をつけてなかった。ありがとうございます。